ですね、今小田さんからご紹介を始めましたリーグナイトにこの間まで今年の6月までですね、去年の1年間留学しましたと英米文学3年の森山亮です。今日は簡単にですね、オーストラリア留学ということでメルボルンにあるディーキンユニバーシティ、私、バウトのメルボルンに留学してたんですけど、簡単にご説明させていただきます。まずはじめに留学しようと思ったきっかけですね、それはもう大きく2つに分けて、語学能力の向上と自分自身の視野を広げるためですね。やっぱり日本でもさっきも説明あったと思うんですけど、英語は全く勉強できるんですけど、やっぱり自分の身を1年海外異文化に置くことで、それも向こう現地での留学生と一緒に学ぶことで、それは自分にとってもいい刺激になりますので、やっぱり海外で大学生活のうちですね、1年勉強することは本当に貴重な経験となると思い、私はこのですね、認定プログラムということでオーストラリアに留学を決意しました。でここが、今日のメインの説明となるんですけども、ディキン大学の語学学校のデュエリディキン・ユニバーシティ・イングリッシュ・ランゲージ・オブ・インスティテュートの、簡単な説明ですね。と授業自体は本当に少人数のクラスで、毎日大体多くても15人ぐらいのクラスで、本当に少人数なので、ディスカッション形式の授業を行われて、大体1日4時間、それが週5で、そのうちに、1時間 ILC というインディペンダントラーニングクラスということで自習学習の時間がありまして、そこで次の、午前中に2時間勉強するんですけど、その後に1時間昼食と、それプラス1時間自主学習の時間ということで、授業の復習だとか自分のですね、語学能力向上のために、ILC ってすごく施設たくさんあるんですけど、 DVD を借り入れられたりとか、英語のリスニング教材の対策だとか、本当に教材豊かで、1時間だからあっという間に終わってしまう、自分の負担にもならなくて楽しく英語を勉強できるという環境がデュエリには詰め込まれています。で授業内容といたしましては、アカデミックエッセイの書き方とかプレゼンテーションスキルの習得、リスニングの練習、あとですね、日本の論文ではあると思うんですけど、書いた後に参考文献載せる、英語での参考文献の載せ方の、をひたすらやるっていうのは、大体これ1ヶ月ですね。1ヶ月で、週5なので、それを毎日同じような内容で繰り返してやっていくことです。で私は EAP というイングリッシュフォーアカデミックパーパスということで、ディーキン大学のスタディアブロードとしてのプログラムだったので、半年語学学校で勉強して、その後ディーキン大学で勉強したんですけど、本当にデュエリではですね、勉強したことはもう大学へ直結する勉強で、本当に全然知識がなかった私でも本当に一から鍛えていただいたので、すごく勉強するには最適の環境だと思います。滞在先での生活の様子でですが、滞在形式に関してはホームステイですね。大体家族構成はホストファザーと、まずはそこに今娘夫婦といったところでしょうか、と双子の男の子と妹と2人は本当に毎日うるさい環境だったんですけども朝食はこれもセルフサービスで、どこの家庭でも一緒ですね。で昼食夕食はホストファミリーが用意なんですけど、家庭によっては昼食は自分で作って持ってってねっていうところもあるので、それは現地に行ってから分かることだと思います。ですね、ステイ先のリビングはこんな感じなんですけど、めちゃめちゃ広くて、大体イメージで言うと、子供がさっきたくさんいるって言ったんですけど、子供たちは家で毎日キックボードして遊んでるような、そんな広い家でちょっとお金持ちなのかなっていうのは、見ていただいたら分かると思うんですけども、大体こんな感じでしたね。で留学を通じて学んだことを成長したと自分で思うなって部分なんですけど、まず一つはやっぱり語学の能力の向上ですね。あと物事を多角的に見られるようになったっていうところです。やっぱり日本でいうと日本の価値観とか、自分はこう思ってるけど、でも実際に現地に行ったら違うと、それはやっぱり向こうから教えてもらって、日本の常識は世界の常識じゃないっていうのがやっぱり一番なので、そこが留学1年で大きい部分と、自分にとってやっぱ一番学んだなと思って、何事においてもやっぱ答えは自分で見つけるものですね。やっぱりこれからアルバイトでも何でも大学でもやっぱり分からないことがあって、すぐ先生どうするんですかとか、上司の方にどうするんですかって、まず聞く前に自分で考えて見つけて、私も向こうで分からないことがあって、すぐいろいろ物事を人に聞いてたんですけど、
これでいいですかじゃなくて、こう考えたんですけどいいですかっていうことで、もうそれはあなたが見つけたものだからそれでいいってこと。やっぱり自分で何かを見つけることは本当に、まあ、自立ですね。さっきもインディペンダントラーニングクラスの説明もしたんですけど、やっぱり自習学習、自分の学習の自立だとか自分自身の生活の自立に対しても、やっぱ1年学ぶことは今後社会に出てからも生きてくると思うので、本当に1年ってよくありがたかったですね。それとやっぱり一番忘れちゃいけないのは感謝の気持ちを忘れないっていうことは1年間して通じて感じました。やはり一番は本当にお金を出してくれた両親に感謝、それと大学が先手をつくサポートしてくれるっていう奨学金、あとやっぱり今回の留学に関してはですね、 MEC さん の手厚い留学サポートなしではもう成し遂げられなかった留学だと思うので、やっぱり1年通じて周りの人への感謝の気持ちを忘れない大切さっていうのは改めて実感したということですね。で、デュエリー留学しよう、最後にですが、迷っている方たちのメッセージとして、本当にデュエリーでは英語の基礎から応用レベルまで経験豊富な先生方がとても、もう1から10まで丁寧にですね、授業解説してくださいます。語学学校で培った経験は私の本当にディーキン大学の講義を受ける際に生かされて感じましたし、やっぱりデュエリーで勉強してよかったな、それだ 6ヶ月のプログラムでも十分やっぱりオーストラリアに来てよかったなと、やっぱ語学能力、自分への、刺激になったなっていうのを感じました。で、デュエリーは本当に非常に国際色が特に豊かで、日本人も他の、東洋大学だけじゃなくて関西でいうと同志社大学とか関西の方からも、日本来てるじゃなくてサウジアラビアですとか、中国、韓国からも留学生が来てるんで、本当に国籍豊かに勉強できて、語学学校時代にできた友達は一生のですね、友達になると思います。私自身も今語学学校時代にできた友達ともずっと連絡取ってますし、スタディアブロードで留学したところ授業の講義でできた友達ともつながってるので、やっぱり海外の友達を作りたい、そういう目的でもですね、留学は非常にいい経験になると思います。で、留学は時間がある大学生の間だからこそできる貴重な経験ですので、本当に迷っている方はぜひトライしてやってください。私からの説明は以上とさせていただきます。じゃあ、ありがとうございました。